カンチャンイル新駐日韓国大使は17日、ムンジェイン大統領がカン議員首相と首脳会談を望んでいることを明らかにしたと伝え、日韓間の歴史問題の解決策模索の必要性を強調した。今月14日、ムンジェイン大統領から信任状を受け取った姜尚一大使はこの日、外交部出入り記者団とビデオ会議で実施した懇談会で、日韓関係の正常化と両国の協力体制強化のために努めてほしいというムンジェイン大統領のお言葉があったとし、とても強い意志を持っていると述べた。続けて、ムンジェイン大統領が韓議員首相に会って、真摯に話し合いたいとも述べられたと付け加えた。姜尚一大使の発言は、ムンジェイン大統領が韓議員首相との首脳会談を通じて、過去の問題解決に出る余地があるという意味として解釈される。また、姜尚一大使は、今月20日に就任を控えたジョー・バイデン米次期大統領が、日本軍慰安婦被害の問題についてよく知っているとし、日本の肩を持つことはないと予想した。姜尚一大使は三者協力の下で米国の東アジア戦略は立てられており、米国はそれを重視するために、米国が間に入って日韓間の和解に大きな役割を果たしてくれるだろうと述べた。続けて、米国が間に入るべきだが、過去のトランプ政権では日本の肩を持った都市ジーソミアも米国の強い意図に応じて行われた。拙速に行われたが、我々は受け入れたと述べた。なお、姜尚一大使は、今月22日に現地に赴任する予定だ。